皆さんこんこにちはペリオディスタ小澤です今日は昨日発表になりましたユーロ本大会に向けたスペイン代表のメンバーについてお話ししたいと思います。5月24日まあ、当初の予定よりもね少し日にちを早めた上でルイ・センリケ監督最終的に24名のメンバーを選びました。 えー、セルヒオ・ラモスが選ばれなかったということで当然大きな問題になっておりますが、まあ、そこについても後ほど個人的な見解は、ね、表明しようと思っていますがこのメンバーを見ての第一印象ですが、まあ、やっぱり優勝は難しいかなとスペイン代表今回のユーロ本大会に向けては優勝候補にはならないなというような、えー、リストメンバーには見えます。まあ、というのもやっぱり端的にゴールキーパーそれからセンターバックのところが まあ世界レベルではないと、まあ、そういう中でセルフィオ・ラモスを選ばなかったというところは、まあ、もちろん怪我そしてね、えー、この2021年に入ってから、まあ、ほぼ、えー、稼働できてないので、まあ、ルイン・センリケ監督も非常に残念だとできれば選びたかったんだというところの説明、そこはカルバハルも含めてですけれども、えー、ラモスは今年に入って、まあ、試合どころかなかなかグループ練習もできてないので まあ正直、このタイミングで選ぶのが難しいという怪我による理由でしたが個人的にはねここからまたスペイン代表来週の31日の月曜日に集まってまあそこからユーロの初戦が14日ですからえまあこの招集メンバー発表した24日の時点から3週間ぐらいね本大会の開幕戦まで初戦のスウェーデン戦までありますので まあそうするとラモスね最終節ビジュアル戦マドリーでメンバー入りベンチはしてましたので。 3週間あればコンディション戻せるんじゃないかなというところも正直ありますので、まあ、個人的にはちょっとこのラモスの招集外っていうのは後々その、まあとあともちろんピッチ外で、えー、もうすでに、ね、論争になっているように大きな問題にはなるとは思うんですがやっぱりピッチ上でいうとラモスがいないスペイン代表正直今のスペイン代表で、まあ、世界のトップトップだというところで。 この選手、誰でも知ってますよね、トップトップですよねって言える選手が、今のスペイン人だと、セルフラモスぐらいしかいないなと、もちろんいい選手が多くて、ね、マンチェスターシティから最多4名も選ばれて、ね、プレミアでも10名ですか、今回のメンバーでプレーしていると、まあ、いい選手ばかりなんですが、いや、本当に世界のトップトップなんだというところで言うと、 正直いないなと、えーまあ、これからの選手、ジェラル・モレーノとかペドルみたいな選手は、まあ、これから世界的なスター選手になる可能性は秘めてますが、うんまあ、そういう意味では、やっぱり現段階でユーロの本命と言えるだけのチーム、選手うんではないかなというふうには思いましたので、ちょっと改めて。 えー、今朝25日の、えーまあ、マルカ・アス・ムンド・デポルティボの、えー、現地スペインのスポーツ紙の紙面を見ながら皆さんと、えー、情報を共有したいと思います。まずマルカから見ていきましょう。はい、マルカの一面トップはやはりセルフィオ・ラモスです。えー、ラモスが、えー、インスタですかね、招、えーまあ、集外になってから、えー、自身の SNS にコメントを発表して。 アニマレコモウのマスですで傘と、えー、自宅から家から1、えー、人のスペイン人としてスペイン代表を応援するというコメントをちょっと切ないですね、えー、ラモスにそんなことを言われるとっていうような、えー、ちょっとセンチメンタルになりそうなコメントですけれども、えー、ラモスの消臭害がやはりマルカでは大きな、えー、トピックスとしてまず挙げられてますとでまあ、紙面ちょっと紹介すると。 まあ今回はこのメンバーですので、ちょっとマルカが一番わかりやすいメンバーでしたので、まあ、ここを使って紹介しようかなというふうに思います。えー、ゴールキーパーですけれども、えー、3名、まずは、えー、ウナイ・シモンアトレティッククルーブデビルバオ、デヘア、マンチェスター・ユナイテッド、ロベル・サンチェス、まあ、日本語で言うとロベルト・サンチェスになりますかね、ブライトン。 えー、ケッパが選ばれずということで、えーね、サプライズで前回3月の時に選ばれたブライントンのサンチェスが再び入ってきた。ただ、まあ、まだデビューがないので、基本的には多分守護神、ファーストチョイスはうないしもんでいくと思うんですが。 えまあ今シーズンのうな重もん悪くはなかったんですが、まあ、アトレティッククルーブでのパフォーマンスシーズンを通して見ていくとよくもなかったかなと昨シーズンの方がパフォーマンスのレーベル高かったかなというふうに思いますので、えー、まあうな重もんをファーストチョイスとしながら、まあ、デヘアもどうかなというところありますので、まあ、基本的には2人で争いながらというところになるでしょう、えー、それからディフェンスは8名選ばれています。 ガヤ、ジョルディアルバ、まあ、ここが一番スペイン代表の強みですね、2人はもう非常にいいパフォーマンス、今シーズンも見せてますので、ガヤもバレンシアで本当にね、リーダーシップ、パレホナキアとのリーダーとして、まあ、非常にチームを、まあ、チームは振るわなかったですが、リーダーシップも見せて、まあ、アシスト、決定機に絡むというようなプレーはまあ非常によかったので、まあ、アルバとガヤ、どっちを使おうかなというところで、ルイス・ンリケ監督は頭を悩ませると思います。 センターバックはパウトーレス、えー、そして今回初招集になりましたラポルトですね。まあフランス人ですが、まあフランスの A 代表キャップがないので、えー、ここで、まあもともとね、ハトリッィクルブで育ったというところで、えー、スペインのパスポートを取得して、このタイミングで招集されました。そしてエリック・ガルシア、ディエゴ・ジョレンテと、まあ4名センターバックは選んでいて、 えー、ここでラモスがいないのが大きいなと、まあ、4名ともにもちろん悪くはないんですがまあじゃあねこう、まあ、スペイン語で大体センターバックの良さを表現するときにはコントンデンテと力強さみたいなことで表現されることが多いんですがちょっと全員がコントンデンテかどうかで言うとコントンデンテではないかなとというところと、まあ、やっぱり多分スペイン代表の えーまあ、本大会での戦い方、まあね、グループステージでいうとスウェーデン、ポーランドスロベニアなので、まあ、そこは多分ん、まあ、苦しむかもしれませんが、まあ、決勝トーナメントには行くとは思うんですが、まあ、そこからの戦いでいうとカウンターを打たれるんで、ね、背後、スピードある世界的なストライカーに疲れた時に、うに、ん、そこの対応できるセンターバック まあ例えばラモスの前期みたいないいコンディションの時のラモスみたいなセンターバックじゃないと難しいと思うのでうーん正直難しいかなと、まあ、特に右足のところで、ね、多分、右のセンターバックにディオゴ・ジョレンテかエリック・ガルシア、まあ、エリック・ガルシアになるんでしょうがやっぱりシティで、ね、全然出てない12試合ですから今季ねやっぱりそういう意味では難しいかなと。 いいう,うに思います、まあ、逆に左利きで言うとね、まあ、ラポルトもパウトーレスも背景面の良さがあるので、まあ、今回選ばれなかった選手でもねこうエルモーソも非常に今季良かったですし、まあ、あとはまあ結果的には事態ということでしたが、まあ、イニゴ・マルティネス、えー、アトレチッククルーブですけれども。 まあ左利きのセンターバックでいい選手多いんですが、まあ、じゃあ誰がリーダーかといった時にはちょっと悩ましいなというところでラポルトになるかもしれませんし、もしかしたらラポルト、パオトーレスの左利き2枚並べる可能性もありますし、まあ、当然3バックの可能性もあるんですが、基本的にリセン泉リカ監督ずっと4 3 3で来てますので、まあ、そうなった時には、ちょっとセンターバックが一番不安かつウィークのポジションになりそうだなというところですかね。 右のサイドバックはスペリックウエタとマルコス・ジョレンテで一応選ばれてます。でまあ、スペイン代表のルイセ・リケガント昨日発表した時にディフェンス8名でマルコス・ジョレンテも一応右のサイドバックで表記されてましたので、本当にね、3月にやった時に、まあね、あの時はスポルティングのペドロ・ポロとジョレンテしかいなかったので、まあ、本職が1人しかいないんでジョレンテやりましたが、 やっぱジョレンテの良さは右サイドバックじゃないので、まあそこに置かないでほしいなというところは本音であります。で、まあアスピリックエタが基本的にはファーストチョイスで入ってくるだろうなと。で、まあそこで言うと、もちろんカラバハルの怪我はありますが、まあシーズン通してフル稼働したヘススナバス、セビジャ、選ばなかったところは、まあまあ本人とね、何か話あったのかもしれませんが、ちょっと不可解だなというところはありますので、まあもしかするとアスピリックエタよりも、 まあ、特にね、相手に引かれた時の、えー、右のラテラル、えーまあ、攻撃でいうと、ヘス・ナバスの方が有効かもしれないなというところで、まあ、選ばなかったことがちょっとね、えー、影響はするんじゃないかなというふうには思います。えー、中盤ですけれども、6名選ばれてます。えー、ざっとまず6名言いましょうか、えー、ブスケツ、ルロードリ、チアワ・ルカンタラ、コケ、ファビアン・ルイス、ペドリですね。 えー、ここに関しては基本的に、えー、中盤は3枚で、ピボーテに、えー、インテリオール433ですから、まあ、ピボーテはブスケツかロードリーと、まあ、ルイ・センリケ監督の今までの使い方からすると、えー、ブスケツがファーストチョイスでロードリーになるんでしょうが、まあ、グループステージの3者に関していうとうまくターンオーバー使っていくだろうなとは思います。でまあ、インテリオールに チアゴ、コッケ、ファビアン・ルイス、ペドリがいると。でまあ、ペドリは前回ね、3月の時に初招集 A 代表になって、まあ、ただちょっとバルセロナでフル稼働して、えー、バルサのシーズン終了前の A バル戦前からもう1週間ね、早く、うんまあ、お休みをもらって休んでますので、まあ、そのシーズンの疲れがどうかなというところと。 えー、まだペドリが中心にというところまでは、ね、チームとして作れてないので、まあ、そういう意味では、うんまあ、使い方はいろいろかなというところはありますかね。個人的にはマルコス・ジョレンテはできれば右のインテリオールに置きたいんですが、まあ、コケもファビアンも、ね、チアゴも、まあ、みんなそれなりにいいので、まあ、そこの使い方は試合ごとに対戦相手によって使い回していくんでしょうというところです。 フォワードは7名の一応登録招集になっています。ダニオルもオヤルサバル、モラタ、ジェラル・モレーのフェラントーレス、アダマ・トラオレ、それからパブロ・サラビアがサプライズで選ばれましたと。で、まあ、前線は多分3枚で。 えー、左右は基本的にウインガータイプを置くんですが、まあ、特に右は、えー、フェランカ、えー、トラオレの、まあ、本当に、えー、縦突破スピードのあるウインガーでしょうね、まあ、左側は、えー、オヤル・サバルダニ・オルモ、えーまあ、内側を取りながらガヤ・アルバの、えー、左サイドバックの上がりをうまく使える選手を置くということで、まあ、そこのちょっとバランスは変えるのかなとで、まあ、センターフォワードのところで、まあ、基本純粋な、ね、センターフォワードはもらっただろうと思うんですが やっぱり今シーズン、ジェラル・モレーノラリーガで23ゴール取りましたしベンゼマに並んで、えーまあ、メッシが30ゴールで、まあ、その次にベンゼマとジェラル・モレーノが23ゴールですからで、まあ、ビジュアル・アルで本当にジェラル・モレーノは引っ張りましたので、えーまあ、ルイス・エニカ監督としては、えー、序列はジェラル・モレーノにするんじゃないかなと思いますが、まあ、正直ジェラル、ジェラルの場合は、まあ、ちょっとね、シャドウ的に。 一列低いでツートップの時により輝くかなとで、まあ、ビジャレールでも、ね、シーズン当初は4 3 3でやった時には右の、えー、サイドスタートで中に入っていくみたいなプレーも多かったので、まあ、4 3 3のスペイン代表の1トップに入った時にどうかなというところはうん、まあ、もうちょっとしっかりトレーニングしたり実践積まないと難しいのかもしれないですね。 でまあ、左側は先ほど言ったように、基本的には多分ダニオルモがファーストチョイスになってくると思います。ルイセ手ニケ輝監督は非常に勝っている選手ですから、でまあ、オヤルサバルも当然できるし、ゼロトップみたいなこともできるので、まあね、ポリバレントな選手ですから、どこでも使われるでしょうと。まあ、あとはサラビアに関しても、昨日会見でサプライズですねというような質問がありましたが、まあね、前回3月でその前の えー、招集の代表、ね、タイミングでも一応予定はしてたけれども怪我だったからというところで、まあ、このタイミングになったようですが、まあ、パリなのでなかなか、ね、前線にタレントがいますから、えー、スタメンの機会はないようですが、まあ、出た時にはしっかりプレーできていると、えー、いいプレーを見せているということで、まあ、彼も器用な選手なので、まあ、選ばれたのかなというところはありますね、まあ、ただ、前線でいうと個人的にやっぱりイヤゴ・アスパスを呼ばなかったのは、まあ、結構 きなと、えー、選ばれてしかるべきだと思いますしサラビアの選ぶんだったら、まあ、同タイプとは言わないんですがやっぱりより決定的な仕事ができてスピードもあるでやっぱりアスパスは、うんまあ、得点ももちろん取りますがやっぱりアシストが素晴らしいので。 うん、ライン間で受けてで、ライン間で受けて前向きにドリブルっていうところはもちろんなんですが、やっぱりね、こう認知の能力がずば抜けて高いんで、やっぱりセルタでもそうですが、ワンタッチでのラストパスが本当にもう芸術的な、もうちょっと誰もできないなというようなプレーしますんで、うん、まあなかなか、多分ルイス・エンリケ監督としてはね、もう30オーバーでセルタで王様でやってるようなアスパスを呼んだときには、使いにくいのは分かるんですが、やっぱ特別なタレントですから、 まあ彼を呼ばずにね、使いやすい選手、例えばダニオル・モエル、サバル、サラビアみたいな器用な選手、使いやすいんでしょうが、うん、まあやっぱり本当に勝負どころで点取る、勝つって言った時に勝負に行った時には、うん、アスパスみたいな選手いないのは大きいなとで、アスパスみたいな選手がスペイン人なのに呼ばないのは非常にもったいないなと、個人的には思います。 はい、ちょっと長くなったので、最後、アスとムンドデポルティーブは1面だけ紹介しましょうか。まず、アスですけれども、にラモス、にエル・マドリーというような見出しになっています。スペイン代表としてね、ワールドカップユーロの本大会で、マドリーの選手が呼ばれなかったことは、史上初ということなので、大きなニュースになっております。ラモスもマドリーの選手もうーん入らなかったというところで、このラモスの空白がなかなかね、 えー、皮肉なのか、何なのか分かりませんが、まあ、それがどう出ますかというところです。はい、そしてカタルーニャの、えー、ムンド・デポルティーボですけれども、見出しはやはりラモスでした、ルイ・センリケ監督とラモスの、えーまあ、写真を出して、ユーロボンバと、ユーロ爆弾というような意味ですけれども、まあ、ルイ・センリケが、えー、ラモスを呼ばなかったと、うんそして、まあ、やっぱりね、小見出しではしっかりとマドリーノ選手が初めて誰も呼ばれなかったというような。 ことを書いてますし、まあ、逆にペドリ・ブスケツ・ハルバが、うんまあね、バルサの選手が呼ばれましたとでなおかつ、まあ、それとラポルタ・アスピリクエタ・サラビアが、まあ、サプライズとして、えー、呼ばれましたという,ような見出しになっています。 はいということで、えー、ルイ・センリケ監督が昨日24日に発表しましたユーロ本大会に向けたスペイン代表の24名について、まあ、呼ばれなかった、特にセルフィオ・ラモスの話題中心に現地、特に、ね、マルカ中心にお届けしましたが、まあ、センターバックのところでちょっと付け加えで言うとやっぱりナチョが選ばれなかったことも個人的には大きいなと。まあ、やっぱりね こう決勝トーナメント以降のスペイン代表の戦いは多分ボール握って敵陣に押し込むんだけれどもなかなかフィニッシュいかずで奪われてカウンターを食らうみたいなところは当然まあそのカウンターの機会は相手にとってはね頻度は回数はそんなに多くなくても。 やっぱりスピードでぶっちぎられるみたいなシーンが多分出てくると思うのでそういう時にやっぱりコントンデンテなセンターバックがいないとなというところでいうと、まあ、パウトレスラポルトジョレンテマエリク・ガルシアみんなちょっとスピードそれから力強さそういう1対1でのカウンターの処理ちょっと不安があるので。 うんまあ、普段ね、間取りでそういうプレーに慣れているラモス、ナチョ、ね、彼らを選ばなかったのはどうなのかなというところと、まあ、ここまでちょっとセンターバックに不安があるんだったら、普通に累積力監督今まで使ってないんですけども、3バックをもしかしたらベースのシステムにすんのかなみたいな、まあ、逆にそこはちょっと淡い期待ですが、そういう部分も抱いておりますが、どうなりますかと。ということで、えー、少し長くなりましたが、えー、今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。アスタラプラキシマー。